20日ですかね、嬉しい、待ってます。こんばんは、ちょっとお水飲みます。水こぼした。水こぼしちゃう、そういえばお水入れてたわ、コップに。よいしょ。やるよね、こういうおっちょこちょい。よし、お水でよかった。こんばんは。トメさん、たい焼きありがとうございます。ユーリーさんの写真集楽しみ。マジでさ、どうしよう、絶対にゲットする。こんばんは。髪の毛乾かすのね、そんなにね、地毛をこれぐらい伸ばしてた時より全然乾くの早いので全然辛くない。こんばんは。そう、なんかさ、写真集普通に自分で欲しいからさ、買おうかなっていうぐらい。よいしょ。っていうぐらい楽しみです。こんばんは。エクステです。エクステで髪を見ました。そうなんです。やっぱ編集するとさ、黙っちゃうんだよね。まずいぜ。でもすごい順調に進んでおります。非常に順調。こんばんは。髪長い方が可愛い、嬉しい、ありがとうございます。エクステしてそんなに好評じゃなかったらどうしようと思ってたんですけど、意外と好評で、意外とというか思った通り好評で嬉しいです。イエーイ。今日はですね、ちょっとメイク、アイシャドウがもうなかったのでそれを買いに行って帰ってきた。和菓子は何が好き？和菓子は何でも好きだけど、練り切りとかが好きかな。練り切り大好き。よいしょ。こんばんは。そう、今日はね、ゆりさん25歳の誕生日、わっしょいわっしょい、めでたい。なんかね、久しぶりに編集してるけどタイピング力は劣ってなかったね。そう、こんばんは。練り切り分かんなくて検索した。本当？なんかさ、京都とかでよく食べれるさ、お花形とかの可愛いあんこの塊みたいなやつなんだけど、めちゃくちゃ美味しいから、みんなあんこ好きな人にはおすすめ。こんばんは。練り切りって結構みんなさ、なんだ、結構定番のお菓子じゃない？なんかこの前ツイッターで、なんだっけな、何かと何かの、練り切りと何かの違いみたいな、普
通なら分かりますよねみたいな書いてあったよ。さあ分からなかったけど、練り切り。違うか、羊羹と羊なんだっけ、忘れちゃったこんばんは。茶道に合うお菓子、あ確かに茶道とかで出てくる感じのお菓子、そう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 、他の YouTuber さんってこういう時どうやって編集してるんだろう、分からん。よいしょ。頑張ります。そう、絶賛編集中。こんばんは。YouTube 違った。YouTube 見たりしますか？朝めっちゃ YouTube 好きだから毎日めっちゃ見てる。16シンパシー公演入りて、あ、来てほしい。今月もいっぱい、来週いっぱいありますよね。ぜひ来てくだされ。どれに出るかまだ全部は把握してないけど、さらに編集の完成度高すぎる。嘘、それ自分の編集全然全然まだまだレベル低いから、なんて言うんだろう、ちょっとまだ満足、現状に自分は満足いってないんだよね。なんかもっと上手い人いるじゃん。こんばんは。もっとまあ全然その勉強してないからしょうがないってしょうがないんだけど、もっとなんか編集が上手になりたい。なんだこれ、なんだこれ、あーこれでいいか。こんばんは。コケヤさん、たい焼きありがとうございます。あれ、たい焼きのさギフトって今日からですか、もしかして。なんかさ、久しぶりに見た。あ、ギフトが和菓子に変わったから何の和菓子が好きか聞いてくれたんだ。何の和菓子があるか見よう、そういうこと。何か投げたいけど聞こうと思ったら練り切りなんていうギフトはないから、うんってことか、みんなちょっと待って、なんかイベント概要とかあるかな、お知らせ、和菓子ギフトを追加、あ、和菓子イベントみたいなやつがあるんだ、それは知らなんだ。20万ポイントが1個目のゴールで、みんな大好き高級フルーツ大福、すごい、フルーツ大福もう3回目くらいなんだけど、うわ京都の旅行券えぐ。えさえが好きな和菓子なんだろう、ギフト見てみようっと。あ、でもかわいい、たい焼き、らくがん、大福、どら焼き、フルーツあんみつみたいなやつがあるのか、かわいい、良きですね。こんばんは。季節、あ、そう、めっちゃある。待って、めっちゃ通信悪くて全然見えないんだけど、どれがどれ、これあ、読み込めた。季節の
あ、さくらんぼはまだ残ってんだね。ほう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 、おいしそう、おいしそうだ。でもみんな今月はもうお金使わないでくれ、頼む頼む。もうフルーツ大福は2回もみんなからいただいたから、もうみんな今月は少なくとももう投げないでくれこんばんは。今月はもう皆さんに無理を強いたから、もう今月は一旦財布を閉めてくれ。小さい頃落雁めっちゃ食べた。本当？それ小さい頃落雁のなんか美味しさ全然わかんなくって、そうわかんなかったけど、なんかある日急になんか旅館とかに置いてあるじゃないですか、急にん？落雁美味しくない？と思って、それから好きになりました。今月はね、まだ今月まだでも真ん中っていうね6月はなんか長く感じる。イベントの期間すごいね、何なんだ濃かったからめっちゃ長かったように感じる。こんばんは。食べ物の趣向ってそういうのあるよね。ね、なんか変わるよね。急に変わる。水羊羹好き？水羊羹はそんなにかも。別に嫌いじゃないけど、なんか好き度は低いかもしれない。こんばんは。そう、まだ6月もう中旬。長いですね、6月。なんか7月の中旬ぐらいに梅雨明けするって言ってたから、梅雨がすごい長く感じるんだろうなって思ってる。あー、わらび餅いいですね。さやも好き。コンビニじゃないや、スーパーとかでたまにどうしても食べたくて買っちゃうぐらいには好きですね。よいしょ。めっちゃクリック音をみんなに聞かせている。オッケー。ずんだ、あのさ、ずんだめっちゃ好き。飲むわらび餅、ね、飲んだことはないけど知ってる。え、さ、ずんだめっちゃ好き。こんにちは。最近ずんだ餅食べたくて、なんかずんだ餅屋さん探してる。美味しいずんだ餅屋さん、みんな東京付近、東京埼玉神奈川くらいだったら多分さっと行けるんで、知ってる方情報ください。こんばんは。あんみつ、あんみつね、さ、あんま食べたことないんだよね。みたらし団子はよく食べる。あ、いいですね。さやね、1店舗だけ団子屋さんですっごい、なんだろう、お気に入りの団子屋さんが1個あるのね。そう、そこに早く行きたい。今ちょっとダイエット中だから団子は控えてるんだけど、
早く食べたい。でもさ、シュッとしたと思わん？顔ちょっとみんな横顔がねシュッとしたの。この輪郭がもっとね二重顎だったの、ちょっと前まで。こんばんは。信玄餅は最強だね確かに知りたいね。ずんだ餅美味しいの食べたいよね。こんばんはっしょい、こんばんはっしょい。ね、シュッとしたよね。一時期より髪型のせいじゃないよねこれ。一時期より明らかにシュッとした。そういうエフェクトじゃない。今何もつけ、あ、うん、なんか肌きれいにするやつだけちょっとだけつけてる、すっぴんだからでもなんか目の大きさ変えたりとか輪郭シュッてしたりするやつはつけてない。そう、あと画面全体を明るくするやつついてるかも。いらないか今。ちょっと明るさすごいよ。めっちゃキモくない？ちょっと明るくしとくか。このぐらいにしとくか。今部屋が暗いから。よいしょ。こんばんは。月曜日の公演当たったので見に行きます。嬉しい。なんかさ、最近の重力シンポシー公演毎回私のファンの方が結構たくさんいてくださって、最後はとても嬉しい。そう、ぜひ来てくださる方は私のうちわ持ってきてくださいませ。こんばんは。ちょっと輪郭ちょっとだけシュッとしました。笑うとまん丸だけど、笑わなかったらシュッとしてる。笑わなかった、でも笑っちゃうね楽しくなっちゃうと笑っちゃう。こんばんは。やばい、サイが使いたい動画のデータ、あ、あった。どこに入れたか忘れるところだった。よいしょ。こんばんは。今日はですね、夜ご飯にワンタンスープ作って食べました。ブロッコリーとワンタンとキノコとコーンとシーフードちょこっと入れてコンソメで味付けして、ちょっとだけラー油入れて食べた。美味しかったです。サイリのサイリムから赤です。赤2本が私のサイリウムカラーです。こんばんは。なんでぜひ赤振ってください。ワンタンってなんで具が少ないんだろう。そう、ワンタンスープ結構具沢山じゃない？セブンのさ、ワンタンスープみたいな、生姜のワンタンスープみたいなやつが好きなんだけどさ、あれうまいよね。あれが食べたくて今日自分で作ったもんね。エビとホタテのチーズ焼き、え、美味しそう。いいな、シーフードいいよね。なんかさ、自分が喋ってるとこ本当に嫌今更何よって感じだけど。そう、動画編集してる。そうなんでござるよ。夕方セブンの野菜炒め弁当食べました。美味しそう。こんばんは。じゃあコンビニでさ、なんかお弁当ってあんまり最近買わないんだよね。そう、
お惣菜みたいな形のやつは買うけど、お米とかおかずがいっぱい入ってるお弁当みたいなやつ買わないかも。長野寒い。今日さ結構東京も肌寒かったからさ、寒いよねきっとね。どこも雨降ると寒いね。こんばんは。タイピングがね、ちょっとやっぱブランクあるんでミスタイプめっちゃ増えた。しゃーなしですけど、こんばんは。タイピングの音が心地いい。でもノートパソコンだからさ、あんまりこう音が良くない。ちゃんとしたあのデスクトップのキーボードだけのやつのが音いいよね。ノートパソコンってやっぱさ、こうボタンのこの押す幅が狭いからあんまいい音ならない。こんばんは。そう、ブラインドタッチなんです。私練習しました。ミカタイプっていう無料のソフトを使うとめっちゃ覚えられます。おすすめ。自分はパソコン使うと姿勢猫背になるけど、サリンは姿勢がいい。あ、そう、あのねこの前ね背中のマッサージ行ってきて、そっからね肩の凝りが軽減されたので、あの姿勢がいいです。こんばんは。ヤシさんたい焼きありがとう。ノートパソコンは富士通の音響スピーカーズインストール違うか、どこがパソコンの名前なのかわからない。やばい、閉じかけたからスリープモード入っちゃった。わからん。あった、ライフブック AH53スラッシュ A3 ってやつですね。書いてありました。よいしょ。富士通のライフブックを使っています。もうね、こんばんは。もうずいぶん長いですよ、このことは。最後高校入った時だから、5年目って感じ。8に入って直後ぐらいに買っ、8に入った何ヶ月後、2ヶ月後とかに買ったのかな。そう、天気ついてます。これはでかいんですよ、パソコンがめちゃくちゃでかい。キーボードの指使いは変な癖がついてしまう。タイプじゃない、あのね、めっちゃね、ペットボトル落としちゃった。めっちゃ練習したらね治るよ。でも練習ってさ辛いよね。わかる、辛いなっていつも思ってる。マジでか。410。Windows です。実は Windows ですね。しました、ありがとうございます。仕事でノート使ってるけど、ノートのキーボード慣れてなくてワイヤレスキーボード使ってる。私も実家にいた時はワイヤレスキーボードつけ、ワイヤレスじゃないわ、有線キーボードつけてたんですけど、最近持ち運んでやったりすることもあるんで、ノートパソコンのキーボードにも慣れようかなってことで、最近はノートパス、こっち来てからノートパソコンだけでやってますね。こんばんは。あ、そう、 8世代の CPU だった気がする。買った時の記憶だと。あんま覚えてないけど、正直。
んばんは。でも今買い替えたくて、買い替えるかもしくはあれが欲しい、サブモニター、サブモニターが今欲しい。そう、最近の私の購入しようかな悩み、サブモニター。エクステボリューム感めっちゃある。なんかさ今日雨だったからさ、すごい膨らんじゃった、湿気を吸って。サニーこんばんは。雨っていうかなんか霧雨みたいな。シキンさんお疲れ様です。あ、ありがとう。安いサブモニター、え、マジ安いサブモニターでいいんだよね。なんかもうこのぐらいの、このぐらいのサイズの安いサブモニターでいいんだけど、そう、それが欲しいな今。シキンさんありがとう、こんばんは。お水汲みます。なんかノートパソコンさ、このでっ画面でっかいんだけど、やっぱなんだろう、動画編集するとね画面が足りないから、そのなんだあれが欲しいの、映像、映像なんていうの、編集中の動画を見る用のサブモニター。最近買おうかなって思ってる。ブックオフで結構安くって言ったやつ、あ、確かに中古でいいよね。ブックオフ行ってみようかな今度、モニターを見に。でもなんか分からんのよな、デュアルモニター便利だけど目をキョロキョロすると倍疲れる。でもあれもう映像だけ見るから、その編集の作業とか全部このパソコンでやるからいいかなって。こんばんは。でも今後さ別の用途でもサブモニターを使いたくなった時にさ、安いちっちゃいさ、イベント、イベントじゃないや、イベントってコメント書いてあったから、イベントって言ってたモニター使った、なんか後でさ、うわもっといい使っとけばよかったってなったら嫌だからさ、慎重に今考えてます。そう、動画演習自分でしてます。出演するイベントとかありませんか。イベントは劇場公演だったらもう今決まってるのは20日に重力新橋公演出るんですけど、イベントだと6月25、6で愛媛でライブしますね。そう、こんばんは。まあでも iPad ぐらいの画面は欲しいかな、少なくともね。今探してるんだ、いいモニター。よいしょ。待って、なんかめっちゃ下手くそこのテロップ。バランスが難しいよね、非常に。いつも思うんだけど、よいしょ、こんばんは。YouTube の生配信の予定はありません。劇場公演は20と28、あ、そうですね、そうだ、28も決定してたわ。モニター縦にしたら場所取らない。でも動画は横だからさロング見慣れてきた。あ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。ちなみに明日動画上げられそうなのかな。え、全然明日上げる予定じゃないから全然上がらないですよ。こんばんは。
編集ソフトも本格的なイメージがきます。でも私ただメンバーで唯一無料のソフト使ってます。メンバーみんなプレミアプロでしたっけ、編集ソフトの名前知らないんだけど使ってないからとか使ってるんですけど、私は全然無料のやつ使ってるんで、私の編集ソフト使ってる人メンバーにいない。古い古いかも、昔からあるやつ。ピンでも買い、ありがとうございます。あー色が違う。久しぶりです。結構可愛くなったね。ありがとうございます。こんばんは。無料でもあのクオリティの動画が作れる。でもプレミアプロとか逆に作り方が使い方が分からんのよね。どんな動画もクオリティ高いのが偉い。でもなんかめっちゃ有志の人が作ってくださってるあー名前忘れた。なんだっけ、なんかそうなんだったっけ、有志の人が作ってる、もうな何も思い出せない言葉を作ってる追加のそのなんかやつとかをネットで、あ、そうプラグイン、そうプラグインをネットの海から探し、こういうの作りたいなって思いついたら、こういうプラグイン作ってる人をめっちゃネットの海の中を探して、徐々にこの編集ソフトを強化してる。そう、こんばんは。アドビプレミアって超高級。そうでもメンバーみんな使ってる。さやはなんかケチって使ってないんだけど、ケチって使ってないというか、まあ今更作り方をもう覚えるのが辛いっていうのもあるんですけど、そう。待って、めっちゃタッチタイプやばい。クオリティ下がってる。サリンはチャンネルで固定ゲストは招きませんか？固定ゲストってさ、もうゲストが固定になった時点でもうレギュラーじゃね無料でも動画のソフト、動画にソフトの透かし入らないの、すごい。動画にさ、ソフトの透かしが入るのはもう携帯の編集ソフトじゃない？パソコンのやつで基本ないと思うけど。フォトショップとは違うんですか？フォトショップは動画編集っていうよりは画像編集のソフトなので全然違いますね。めっちゃフォトショー使いたいなって時が非常に多いんですけど、使わずになんとかやっています。まず一人でやってるのが、あ、でも今さ YouTube やってるメンバーほとんどさ自分たちでやってるから別にみんなと一緒よ。今ねオープニングがもういい感じですよ。まだオープニングかよって感じなんですけど、2日かけて
違うな。違うな。これだ。こんばんは。飽き性のセリンがこんなに続くのはマジですごいと思う。まあ飽き性だからね。半年空いてるんですけど。飽き性だから半年今投稿滞ってるんですけどね。少なくともなんか月1でさ一個でっかい企画ぐらいは今後やっていきたいんだけど。なんかその内容に力を入れれば入れるほど編集に時間がかかる。なんか一本料理するぐらいだったらさ、なんか一日でさ編集終わるけどさ、凝れば凝るほど一生完成しない。どうしようマジで。さて、あれ？ああ、そうか。これじゃない。さあ今ね動画をね別のファイルに移動するのにすごい時間がかかってるので一旦編集の手を止めて話します。こんばんは。3ヶ月前に行った旅行の記録、いい文章思い浮かばなくて止まってる。マジ3ヶ月止まってんのは辛いね。こんばんは。いつ完成予定なの？終わったら完成。なんかさ今回さいつもよりさ動画の素材が多いから、なんかどのくらいで終わるのか全く皆目見当もつきませんって感じ。でもさ編集しながらさなんか動画を見ないとさできない人なんですよ。編集だけじゃなくて全てのことがそうなんですけど、勉強するときも編集するときも何か作業するときって何か動画がいない、ない、動画がとお供にいないとできないタイプで、そう。今日、それでね、朝今日8時過ぎぐらいに起きて、で9時ぐらいにはもうパソコンをつけて編集を始めたんだけど、そっから、まあ一回外に買い物に出たりしたんで、やってない時間もあるんだけど、ずっと編集中にドラマを見てたんですよ。今日1日で11話見切ったんだよね。すごくない？集中力。そう、感動した自分の集中力に。こんばんは。11話一気見。作業しながらドラマ見れるのはすごい。そうなんですよ。得意ですね。なんかさ、マルチタスク得意マンだから、できる。そう。でもなんか昨日ママと電話してて、ママにおすすめの、ママドラマめっちゃ好きやから、おすすめのドラマ聞いてみた。何年前ぐらいのドラマだったんだろう、あれ。検索検索。こんばんは。一気に何時間で見たの？ドラマってだいたい CM 抜くと50分ぐらいだから、10時間弱ぐらい。
あ、これこれこれ、秘密の花園ってドラマ見ました。2007年、さやが6歳の、まだ誕生日迎えてないからさやが5歳の時にやってたドラマですね。こんばんは。そうさや基本ね邦画しか見ません。洋画はよくわからないから。しかも編集中ってさずっと画面見てないから、やっぱ邦画じゃないとその字幕読めないから邦画しか見れへん。最近マルチタスクできなくなってきた。ラジオ聞きながら漫画読むけど片っぽ頭に入らない。あーでもどっちもそのなんか何文章を頭に入れなきゃいけない系は多分きついと思う。そう、こんばんは。え、そう面白かった。試験さんありがとう。こんばんは。面白かったです。なんか最近久しぶりにドラマにハマってる。最近のドラマは全く見てないけど、なんかテレビを見る暇があんまりないから移動中とかで見たりとか、こういうなんか何かしながら見たりするから携帯とかで見れるやつがすごい勝手が良くて。そうだから今のやつってさまだその配信されてないからテレビで見なきゃいけないじゃないですか。そうするとなかなか見れませぬな。そうでもこの前ティフのメイク、ティフでお世話になったメイクさんがさなんだっけ最近のやつマイファミリーが面白いから見てって言われたから、まあ、ぼちぼち見るかなーって。こんばんは。見ようかなーと思いつつ見ないかもしれない。見ようかなーって言ってる時あんま見ないからな。あ、そうエクステつけました。今日は映像倉庫で大阪イーツの日の映像を流しながら作業してた。うわ最高、楽しかったな大阪のエイトの日。こんばんは。ああこんばんは。日本のドラマならネットフリックスになっちゃうけどチャンネルはそのままがおすすめ。ネットフリ入ってないんだよな。リアタイムむずいから AKB の番組を TVer で見て。 AKB の番組結構ね深夜だからね、お仕事がある方とかは見逃し配信とか録画とかで見る方が絶対に見やすい気がする。 TVer はマジで一時期超重宝してた。最近見てないけどテレビで見れなくても携帯で見れるのがとても良い。やっぱロング好き。あ嬉しい、ありがとうございます。眠くなってきちゃった。今日は早く寝なくっちゃな。明日はでも明日も休みなんですよ。そう明日も編集ゴリゴリできる。昨日今日明日が休みだったんで、しかも明日は外出の予定もないから、まあなんか健康のために散歩くらいは出かけようかなと思ってるけど、基本は編集できそう。今日は、あ、今日1万歩達成してる。イエーイ。今日1駅分 ?2 駅分 ?2 駅分歩きました。2駅分。そう。1万歩はでもそんなですよ。毎日1万歩最低で目指してるから。めっちゃ水こぼした。そう1万歩ある。確かにカフェで編集いいですね。なんかコンセントが使えるカフェ探さなくっちゃ。コンセント使えるカフェってあんまないよね最近。どこ行ったら使えるんだろう。
探そう。編集でモニターばっかり見てると疲れそう。まあ確かに眼精疲労はする気がする。しかも編集でさ、パソコン見ててさ、気分転換に YouTube とかさ、ドラマとか見てて画面見てるからさ、マジ一生目休まんないよね。よくな、よくな。ちょっとコンセント使えるカフェ、どこならコンセントあるんだろう。こんばんは。なんかネットにコンセントあるって書いてあってもさ、なんか2席くらいしかなくて埋まってるみたいなさ、多いよね。こんばんは。銀河劇場に行った時サンマルクで仕事して。いいですね、漁師が休日に釣りに行く感じ。あ、そう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 。あと絵描きさんが気晴らしに絵を描くとかさ、いやみんななんか気晴ら、いや好きなことを仕事にしてる人はさ、休みの日も同じようなことしちゃうよね。こんばんはみたいな感じで、休憩が休憩にならへんみたいな、 そんな感じでございます。コメダとか行きたいな。こんばんは。でもさ、今ダイエット中だから、なんかコメダみたいな美味しいご飯があるところ行くとご飯食べちゃうから、もうコーヒーのとこだ、コーヒーを飲むだけの場所に行きたい。我慢しなされって感じだけど、そう、こんばんは。私も休憩が休憩になりません。書くんだ、いいですね。コーヒー、ミスドとかさ、絶対ドーナツ食べたくなるのはなるんだけど、ミスドとかさ、コーヒーおかわり自由だからめちゃくちゃいいですよね。コンセントないかな。コメダのサンドはでかすぎてビビった。でもコメダのサンド大好き、エビカツサンド大好き。一回やったことあるのは、一日特急電車で一筆書き乗車しながら車内でパソコン作業してた。すごい、大回り乗車してたってこと。もっと早く行けるけど、ちょっと遠回りしてできるだけ電車に乗車をして、その中で作業を終わらせてしまおうってこと。賢いね。電車の中ってさ、めっちゃなぜかやる気出るよね。ね、めっちゃ思う、不思議とやる気が出る。駅の喫茶店的なとこは結構コンセント使わしてくる。なるほどね、町だったわ、町の喫茶店的なとこ。なるほどね。景色も流れるし程よく揺れてるから集中できる。わかる、わかります。でもたまに酔うんだよね。せいよくあるんだけど、調子乗って電車で頑張ってるとたまに酔うんだよね。そう、あーちょっとダメだわってなる。揺れに実はちょっと弱いもんで。こんばんは。一筆書きしたら長くは乗ってるけど、あんまりお金かかんない、あんまりお金かかんないっていうか、別にすぐパッて行くのと大回りするの値段変わんないからね。
そう、急に髪伸びた？エクステつけました。丸の内線の新型車両は一部に携帯用のコンセントついてる。あれマジで一回使って、とんでもなく助かったことあるとんでもなく助かったことあります。もう充電が死にそうって時にね、あれ便利よね。あんま使ってる人見ないけど。こんばんは。電池切れそうなので満喫に入って休憩したりする。なるほどね。最近さ、携帯のでも充電ない時さ、コンビニとかでさパッて借りれてめちゃくちゃ便利じゃないですか。超便利。こんばんは。こんばんは。電車で仕事しようとしても寝ちゃってた、できたためしがない本当ですか。私電車でよくレポート書いてたよ。そう、手書きレポートとかだったらガンガン書いてたね。パソコンは持ってってれば書けるけど、あんま持って重いからあんまり仕事にこっち持ってこなかったから、新幹線の中でいつもレポート書いてた、高校の時だいたいさ、東京からさ長野に戻りたい時にさ、もう次の日レポートの締め切りとかがさ多かったから、めっちゃ手書きで書いてた。いつもちょっとだけ字汚かったもんね。そう、読めないほどではないけど、普通に書くよりちょっとだけいつも字汚かった。そうなんですよ、そういうこともあるよね。頑張ってたね。握手会や写メ会の時の充電コーナー助かってます。握手会や写メ会の時も充電コーナーなんてあったんだ。それは知らなんだ。新幹線始発で投稿してたの懐かしいね。マジ懐かしい。あれ始発で帰ってさ、長野にね、東京から新幹線の始発で、で長野駅着いてからパパが学校まで送ってってくれたの。そう、着替えを持ってきといてくれて、そう、そのまま駅から学校までブーンって飛ばしてみたいなそう、新幹線でね、よくやってたね。今思えばなんとかどうにかこうにか。あ、移動が終わってる。もう一個移動したい。新規作成。えい。こんばんは。皆さんこんばんは。今何調べようと思ったか忘れた。なんか最近夜配信いつもまったり配信になっちゃう。まあ、まったりの時もあってもいいか。しかも最近朝配信してないですね。明日朝配信しようかな、早起きするために。朝配信すると絶対的に早起きできるからしようかな。何時がいいんだろう。8時半とかから配信しようかな。
朝、昼の方がいいか。昼の方がいいかな。そう。昼の方がいいか。どうしようか。昼か。昼ご飯を作る配信でも明日しようかな、じゃあ。休みだし、なんかあんまお昼ご飯を作るような大層な食材は今家にないけどみんなの昼休みぐらいの時間にね。ちょっとやるかもしれません。見れたら見てください。で、元気だったら夜もやります。パソコンが頑張ってくれてる。あとは今日何の話しようかな。今日何も起きてないからさ、何も話すことないんだよね。ただ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 休みの日はただただ時間が過ぎて一日終わるんだよね。そう、こんばんは。いや、この2日間お肌やす、なんか最近お肌荒れがさ結構ひどかったからさ、ここにもちょっとニキビいるんだけど、お肌荒れがすごかったからこの2日間休みだからお肌休ませてる、メイクせずに。本当はメイクして気分上げたいけど、でも明日はなんか今日新しいアイシャドウ買ってきたし、もしかしたらメイクするかも。でもやっぱり肌の調子悪かったらしないかもちょっとわかりませんが、そんな感じです。そう、排熱ファンがすごく回ってる。そう、このパソコンもね重くてね結構ずっと回ってます。そう、割とずっと回ってますね。まあでもこの配信終わったらお風呂入って寝る準備して、ちょっと眠くなるまで編集して寝ようかな。休みに家にいると時間経つの早い。嘘！そう、休みに家にいるとさ、めっちゃ長いんだけど、一日が。一生終わらんやん、今日って思う。そう、こんばんは。そんな感じでちょっと短いですけれど、短いと言っても1時間ぐらいやってますか。ぼちぼち終わりにしますかね。見に来てくれてありがとう、こんなまったり配信。すごくまったりしちゃった。最近まったりしちゃうな。こんばんは。ちょっと暑くなってきて、喋ってたら暑くなってきたのでエアコンつけます。そんなぼちぼち終わりにしますね。ランキング読みます。13位ノーネームさんありがとうございます。12位はサッピーさんありがとうございます。11位ラッピーさんありがとうございます。10位かぼちゃ先生ありがとうございます。9位バイコゾさんありがとうございます。8位マンダリンさんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位ヒラリンさんありがとうございます。5位とてもけんけんさんありがとうございます。4位やすさんありがとうございます。3位国曜さんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。イエーイ、楽しい時間を早く進みます。確かに人といる時の方が早く感じるかもでは皆さん、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。みんなも早く寝てください。おやすみなさい。バイバイ。